ちょっと新しい看板を作ってきました。作ってみました。シューシャインプライス、プードルから100ドル、アップトゥーユー。まあアップトゥーユーっていうのがお気持ち代っていうことなんですけど、ずっと僕の看板アップトゥーユーって書いてるんですけど、やっぱお気持ち代って書くよりも、あの日本でやってた時に120円から1万円かっこお気持ち代みたいなのにやってたんですけど、そっちの方が結構分かりやすいみたいなんで、ちょっとアレンジしてみました。オーストラリア物価が高いんでね、しっかり靴も磨いてお金もいただかないと、多分体当たりで飢え死にしてしまうんでね、今日も靴磨いてお金ももらって、それでまた美味しい晩ご飯を食べたいなと思います。やっぱあの紙の看板の方がちょっと見やすいかなと思って、いろいろ試していきます。ここのキャンベラセンターのど真ん中でやろうかなと思います。まあ多分キャンベラで靴磨きするのは今日で最初で最後になるかもしれないんですけど、首都なんでね、一足は磨きたいですね。まあ今日は一足磨くまで帰らん、しかし一足磨いたら帰るかもかな。終身ちょっと厳しいかもしれへんな。人通りが少ないのと、それでもなんかみんな早歩きやな。なかなか気にしてくれへん。 How often are you going to be doing this? 10 minutes 10 minutes? Yes. Is this the only day? Only today, I'm traveling around the world. Oh, really? Yes. Oh, congratulations. I don't have shoes on, otherwise I would. Yeah, I'll wait here. Thank welcome, you. Welcome to Australia. Yeah, thank you. I hope you have a good time. Yes, thank you. Have a nice day. You too. チラチラですけど、見てる人はいるんで、可能性はゼロじゃないですね。上機嫌で気分よく、ただ待ちます。運命の出会いが来るの。 5 minutes. I want to polish. No, just take this. No. You sure? I want. Yes. Okay. Soon, very soon. Could you? Are you a student? Yes, I am. Really? Yeah. Thank you. Well, your English is pretty good. Thank you. Studying for myself. How old are you? I'm 15. 15? Yeah. What about you? I'm 27 years old. Nice, yeah. So, why'd you move to Australia? Probably Shushine. So, Shushine? I'm a Shushine traveler. Nice. Yes, like that. Shushine traveler. So, do you have dream? Dream? Yes. Oh, I want to be a chef, like a... Chef? Yeah, cook. Cook? Yeah. It's nice. Yeah, it would be very nice. Do you like eating or cooking? Yeah, I love eating and cooking. Yes, it sounds nice. That's all. Thank you. Is that all? Yes. Here's 10 bucks. Oh, thank you very much. You have a wonderful day. Yeah. May I take photo? Yeah, sure. Hi.こう大人の人が割とささっと冷たい感じで行くのに、あの子はじーっと見つめてくれて来てくれましたね。きっといいシェフになりますよ。いやー、もうこれだけでもキャンベラに来た価値がありますね。あんな少年でどうやったらあんな子に育つんやろな。あの子の親が見てみたいよ俺は。Respect, yeah. Respect. Thank you. You do any shoe or any? Yeah, any. Any shoe.
like gum things. Gum? Really good. Thank you. Have an amazing day. May I take photo? Please. Okay. Yes. Okay. ガムをもらいましたね。どこ行っても持っててまうねんな。顔隠されへんからな。そりゃしゃあない。イケメンに生まれた宿命やん。なんとか一足磨けましたね。あのまま粘ってもいいんですけど、ちょっと暗くなってきたんと、だいぶ寒くなってきたんでね、今日は帰ることにしました。まあ結構粘ってる時とかもシドニーの時粘ってたんですけど、その日磨けんくても、まあ、広告になるんで、 あいつここでやってんねやとか、また明日持ってくるわいうパターンがあるんで粘るんですけど、ちょっとキャンベラは今日1日しか靴磨きやる予定ないんで、明日ウォンバットっていう小さな農業の町にちょっとご縁で行くんで、まあキャンベラ戻ってきてもいいんですけどね、それやったらもうメルボロン行こうかなって思ってます。今日で41足磨いて、一応オーストラリアは66足を目標にしてるんで、あと20足くらいは、まあどうせ長居するんやったらメルボルン長居したいなと思って、今日は早めに切り上げました。でも一つこの首都で一足磨けたんでね、 OK です。いい出会いがありました。もうそれだけでキャンベラ来た価値ありますよ、僕の中では。未来楽しみな若者に会えたんでね、なんかご飯食べて帰ろうかなと思います。今日一足磨いたらご飯食べるって決めてたんで、なんかジャパニーズレストラン行きたいですね、久々に。今日はどうも食べます。ありがとうございます。日本のお茶いただきます。Practice. It is all practice. And there is...